間がよく使う手帳をみんなは知っているかな？あんまり知らないかな。手帳は予定を立てたり日記を書いたりするのに便利なんだよ。じゃあそんな便利な手帳をどんな風に作っているか一緒に見ていこう。うん。まずは印刷から見ていこう。すごい勢いで紙がどんどん印刷されてる。すごいよね。私もずっと見ていられるよ。された紙の近くに人がいるね。何をしてるんだと思う？何をしているかな？うん、色の濃さを確認しているんだね。次に紙をきれいにカットする必要があるよ。試しにやってみようね。うん。まずは紙をきれいに整えよう。紙を切るためのガイドを当てるよ。ガイドが出たらカットボタンを押してね。うん、きれいにカットできたね。紙は天気や温度で形が変わったりするからまっすぐに切るのはプロの技が必要なんだよ。次に紙を折る作業だよ。工場では何ページも印刷された大きな紙をいっぺんに折るけど、今回は1ページだけ折るのをやってみよう。いい感じだね。ちゃんと綺麗に折れてそう。ん？紙を見ている人がいるね。何をしてると思う？何をしているかな？うん、綺麗に折れたか、折り目の出来上がりを確認しているんだね。折り目がずれると手帳の中身が全部ガタガタになっちゃうんだ。大きな紙を折るのはとっても難しいんだけど、ガタガタにならないようにプロがしっかり確認して紙を折っているんだよ。次に折った紙を重ねていくよ。印刷した紙は順番通りに並べる必要があるよ。3番の上に2番、2番の上に1番が重なるようにするよ。よし、紙を重ねてみよう。いいね、いいね。うんうん、うん、正しくできたね。重ねたらだいぶ手帳っぽくなってきたね。そしたら重なった紙を糸でとじて、糊で固めて、手帳の背中にテープを貼って、上、下、横の3つをきれいに切ってカバーをつけると手帳の出来上がり。手帳の作り方よくわかったかな？手帳は1年間で何度も使うものだからすごく丁寧に作っているんだよ。みんなも手帳を持ったら楽しみな予定や日記、絵とか好きなことを好きなだけ書いて自分だけの手帳にしてみてね。